上仙寺は、大阪府大阪市日区にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号は、静木さん。本尊は、阿弥陀如来。蓮如寺直室の六字明号の掛け軸を四の所蔵。三号の、静木山であるが、仏教用語の、主月、主月、四具とは、指面と同義語で、指は、仏教の教え、月は、法の意味。天台教学の学僧。 友政法師により、大江四年に創建された。室町時代中期には、本願寺保守第8代、蓮女商人が、京都から淀川を経由して、当時により、周辺地域に京家伝道したという言い伝えがある。石山合戦の際は、砦が周囲にあり、石山本願寺の史上の一つとして、織田軍と対峙したとされる。境内には、 樹齢約370年の銀杏の木がある。これは昭法元年に本堂を再建し、山門を拡充した際に植樹された。土蔵は文政2年、太古老は安政3年に建造、客殿等も建築された。平成にも平成の大改修として本堂の修復や山門を整備した。大阪市高速電気軌道、宮古島駅、または梅田駅より、 大阪シティバス、森口車高前行乗車、城北公園前下車、北西徒歩約3分。ありがとうございます。